皆さんこんにちは、プラケです。飴色イボイモリをお迎えして数日が経ちました。初日からレプトミンを食べてくれてすごくねいい子なんですけど、まあその後もね順調にご飯を食べてくれています。で、まあ、こんな感じでこうね可愛い姿も結構見せてくれて、ほんとね活発ではないですけど、ご飯の時だけはねパクッと来てくれるので、いや本当に可愛いですね。まあ、だんだんね慣れてきたらそのうちピンセットの方にもね寄ってきてくれるんじゃないかなと思ってます。まあ、何よりもまずはね餌を順調に食べてくれているのがありがたいなと思います。まあ、それで飴色イボイモリちゃん、まだね名前がついてなかったので、まあ、名前どうしようかなとずっと考えてたんですけど、まあ、前回ねお迎えしたマダライモリ TJ が、まあ、鬼滅の刃のね炭治郎から取って TJ だったので、まあ、こうやってね連続でねイモリをお迎えしたということで、まあ、その流れをねちょっと踏襲したいななんて思っていろいろ考えてたんですけど、まあ、ちょっとビジュアルからはねちょっとこうパッとねどのキャラクターっていうのが僕ちょっと浮かばないので、あんまりね鬼滅の刃も映画とか見ましたけどそこまで詳しくないので、でいろいろ考えたら僕あの映画見てあの煉獄さんが結構好きなんですよね。であの煉獄さんのあの無限列車の中で最初に出てきた時にね駅弁食いまくってるうまいうまい言ってる映像を思い出しまして、まあ、このアメイボちゃんにもねそんな感じでご飯をたくさん食べて大きくなってもらいたいなと思って、まあ、その煉獄さんから名前をねもらいたいかなと思います。でやっぱりねオスメスどっちかまだわからないですから、まあ、煉獄さんじゃあねちょっとあれなんで、まあ前回と同じくこのアメイボちゃんの名前は煉獄さんから取りまして RG になりました。まあねマダライモリもね炭治郎で TJ だったので、まあ、アメイボちゃんは煉獄さんから取って RG でいきたいと思います。今後もね、飴色イボイモリの RG をよろしくお願いします。で、これはまたレフトミンを上げてる感じなんですけど、まあ、これちょっと僕ね、大きくちゃんとね、小さくしてあげなかったので、さすがに食べれなかったですね。でも本当にね、人工飼料パクパク食べてくれるので、それすごくありがたいですね。ただやっぱりまだね、小さいんで、虫をあげてみようと思ってまだねこの RG が食べれるサイズのコオロギとかもなかなか用意できないので、まあ、人工飼料でねしばらくは大きくなってくれたらなと思います。まあ、一応少しずつ頻繁に今はねあげるような感じでいますね。まあ、ある程度大きくなったらだんだん給餌間隔もね伸ばしていこうかなと思います。まあ、イモリはねそんなに消化期間も強くないっていうことなので、その割にねあげればあげるだけ食べちゃうっていうね性質もあるみたいなので、餌のねあげすぎには餌あげたいんですけど十分注意して飼育していこうと思います。今日はそんな感じで終わっていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。